はい、東学育ち農園です。こちらの圃場はですね、ほうれん草を、栽培している圃場になります。で、結構伸びてきて、まあそれでもあと2週間で、まあ、取れるかどうか。結構寒くなってきちゃったので、まあ、耐寒性のない寒さにそんなに実は強くないほうれん草ですので、まあ、ちょっと微妙なところがあるんですけれども、まあうまくいければというところなんですが、ある程度こう天候はですね、もう少ししたら回復してくるということで、そこに期待なんですけれども。で、ここの畑はですね、今年はまあ春に、ズッキーニとかインゲンとか大根、人参ですね、植えてました。で、秋作として、ほうれん草を今植えているわけなんですけれども、その前の年はですね、ピーマンを植えていました。で、ピーマンの前はですね、米をですね、作っていたので、もともとは田んぼのところを、まあ、使って、ピーマンを作って、で、次の年、まあ、今年ですね、まあ、いろいろやってるというところなんですけれども、そのピーマンを作る前、去年の、まあ、春頃にですね、土壌分析をしてもらったのがあるので、ちょっと数字をですねお見せしたいと思うんですが、はい、CEC とかですね、まあ、腐食とかちょっといろいろあるとは思うんですけれども、まず CEC ですね、まあ、これは、保肥力というか肥料をとどめておける能力、19.1 のところ丸されてますけど、まあまあ、まあ低いっていうことになってます。で、 pH ですね、まあ pH と言われますけれども、まあ酸性かアルカリかというところで、野菜に栽培についてはこの適正範囲は右側に 6.0 から 6.5 と、ありますけども、こちらなんと 5.4 というですね、かなり酸性よりというか酸性側の方に、行ってしまってます。EC というですね、まあ、これは元々のこの畑の土に、まあ、養分があるかどうかですね。これが 0.06、 これ記録的に低くてですね、こういったいろいろ見たレーダーチャートみたいなのがあるんですけども、四角の、まあ、六角形のところですねは、まあ、これだけあるといいなとかいうところなんですが、全然ないですね。カリだけがですね、逆に、高いなっている。カリの成分だけ多くて、他はですね正直も全然ないという、かなりバランスの悪い、畑でした。で、まあ、窒素量とかですね、まあ、いろいろ見えたりするんですけども、この塩基というところですねで見ると、まあ、石灰は適正、カルシウムですね、まあ、適正で、クド、マグネシウムこれは低い。で、カリが、まあ、高いとなっています。で、この土地の部分でもですね、まあ、クドとカリ、高い低いとなっていて、で、バランスとしては、クド割るカリの比率ということで 1.6 で低いとなっているわけです。で、リン酸も低いですね。なので、こういった、まあ、チャートというかですね、なっちゃってるというところです。一応ですね、いろいろ書いてもらって、全体的に改良が必要。堆肥は、1セブあたりで300キロ。普通はですね、200ぐらいが適正だと思いますけど、それよりも多く入れて、クドの原酸という、まあ、クドの、オーブンに入っているものとか、まあ、小石灰ですね、pH8 を、アルカリ方向に持っていくために、いるとか、そういったのが一応書いてもらったんですけれども、結局ですね、これそこまで、ちゃんとこの対策は実はしていないんですけれども、結局そのピーマンを作った去年は、ここにはですね、カキ殻石灰をやりました。なので、カキ殻石灰特性的にはですね、まあ、有機石灰の部分になりますけれども、酸性から、まあ、アルカリ方向に持っていく、そういった土壌改良といいますか、そういったのが、まあ、一番弱い、緩やかに、なっていくというものですので、正直ここの畑ですね、そんなに、まあ、酸性から抜け出せないというか、
多分この数字からそんなに変わっていなかった、まあ、ただですね、有機石灰ですので、こういったまあ、駆動もそんなに入ってないのでちょっと駆動分も足りなかったんですけれども、まあ、一応微量要素とかそういった部分とか、まあ、腐食という意味では良かったかなと思うんですけど、まあ、この畑の良くないところをちょっと補えていなかったかなというのがありました。で、結果的にじゃあここでピーマン去年育ててどうなったかっていうと、まあ、この生徒は絶対的には言えないんですけれども、病気に、なりました、黒枯れ病ですかね、だと思います。もう全部の葉っぱがバーッと落ちてしまって収穫量が激減、まあ、9月中ぐらいにですね、一番こう収穫、まあ、できるかなという時にですね、全部葉っぱが落ちて収穫量がガクッと落ちてしまったですね。で、これはまあ本当に一概には言えないですけれども、基本的には pH 値がこう低いとですね、そういった悪い菌だったりとか、まあ、病気がなってしまうことも多いので、まあ、そのあたりの改善がちょっと弱かったかなというところがあります。まあ、もう一つ要因としてはですね、ここもともと田んぼなので水はけやっぱり良くないっていうのもあって、まあ、それで病気にももちろんなったりとかですね、まあ、去年は特に、6月7月の長雨で結構ですね、まあ、それの影響もあったですけれども、まあ、この畑の特性がさらに、まあ、酸性方向だったりとかもあったのも一因だったかなとは思ってたりします。はい、で、今年はですね、まず駆動石灰を入れました。まあ、駆動石灰はですね、この pH ですね、これをまあアルカリ方向に持っていきながら、駆動成分マグネシウムですね、まあ、これも入っております。この畑の弱いところが入ったわけですね。まあ、リン酸についてはですね、ちょっと入れてはないですけど、まあ、そこまで明らかに低いというわけではないので、まあ、このままに、しちゃってあります。で、堆肥も実は多めに結構入れてありましたので、結局これですね、何を、お伝えしたいかっていうと、こういった、まあ、結構弱い、このレーダーチャートで見るともう、全然、適正範囲が あまりにもないという、石灰だけですね、このレーダーチャートで見るといいのはですね、まあ、カルシウムだけだったんですけど、今のところほうれん草ですね、まあいいかなと。結構ほうれん草がですね、栄養のあるというか、肥料をとどめておけたりとか、結構力のある畑だと栽培が容易みたいな、弱い畑だと結構難しいみたいな言われてたりするんですけど、まあ、そういった意味では今のところはですね、順調には来てますが、まあ、ある程度土壌改良の良さが出た、よくできたのかなというのは思うんですけども、まあ、実際ですね、これ土壌分析今やってないので分かんないですけども、まあ、今のほうれん草見ればまだいいのかなとは思っています。このほうれん草を植える際にも、まあ、秋作の際にもですね、まあ、ホヒリキというですね、腐食酸、まあ、腐食部分をですね、非常に補えるものを入れたり、で、もちろん肥料もこの畝の中に入れてはありますので、まあ、そこで十分、まあ、足りてる部分も、ありますけれども、そういった形でですね、結構やって、おります。そうですね、秋作の前にはここにもう一回ですね、カキ殻石灰、まあ、有機石灰ですね、もう入れてあるので、まあ、そういった部分でも微量要素とか、少しでも入れてあるというところで、今のところはいいです。まあ、あとはこの後はですね、本当に天候も部分もちょっと出てきて、あとは寒さですねとか、その辺がうまくクリアできれば結構難しいというか、ちょっと場所を選ぶ性質がちょっとあるみたいな感じのほうれん草も、まあ、うまくできるんじゃないかなと思っています。まあ、またですね、本当に土壌分析っていうのは結構いいので、まあちょっと新しく畑を使う場合とか、なんかうまく栽培できないなっていう場所があればですね、こういったのはやってみたらいいのかなって思います。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。